孫道人は、新末民初の軍人、政治家、中華民国の初代復権とく。字は、太陽、号は青山。父の孫外科も、新朝の軍人であった。1884年の清仏戦争の際に、孫道人は、台湾巡部、流明殿から、全敵へ勤むところに任命され、四首長とされた。新仏戦争終結後、孫は、 おかげせとして試験に参加する。巡点保管に任命され、さらに1890年岩塩の海軍水、三沢内学堂で弁事官に任命された。1891年、熱火で発生した農民反乱鎮圧に貢献し、三長に昇進する。さらに、復権保管に任命された。1897年、復讐で水陸領軍を統括した。 1901年、孫同人は、日本の軍事教育、訓練について調べるため、日本へ派遣された。帰国後、孫は、復権部備学堂を創設し、部備学堂総弁に任命された。この時、日本陸軍士官学校に習った制度としており、日本からも士官を招聘している。この孫の軍事改革が、復権省の新軍を確立する基礎となった。その後も孫は、 福建で軍歴を重ね、1911年には福建提督に任命された。同年に武将起義が発生する。孫道人は、もともとは革命派との関連がなかったものの、次第に情勢に迫られ、11月5日に中国同盟会に加入した。そして福建新軍を率いて8日に放棄し、節総徳を倒して、福建を革命派の下に置いた。同月に、 臨時政府が設立されると、孫が復権都督に押される。1912年、遠征外から復権都督に正式に任命され、陸軍中将の位も授与された。1913年7月に二次革命が勃発すると、革命派の巨高里らの突き上げもあって、7月19日に復権省の独立を宣言した。しかし、これは、孫同人の本意ではなく、 革命派への積極的な支援は行わなかった。結局、8月9日に独立を取り消したが、福建都督の地位は廃止される。間もなく、北洋軍の利工機が、福建森軍師として、福建の軍政を掌握した。孫は、北京へ召喚され、事実上、孫の福建での軍事、政務の経歴は終了した。1917年、霊元広氏の下で、 相当不高等顧問に任命された。1923年に引退し、天井市で老後を過ごした。1932年死去。去年66。ありがとうございます。